皆さん、私には一つ弱点があるんですよね。それが好奇心。どういうことかっていうと、ちょっとね、貯金がそろそろ尽きてきたんよ。どういうことかっていうとね、貯金残高1000円。でも俺は好奇心でですね、今回見てください、これ。見て。なんかなんちゃらこんちゃらクレート。これ、AK47。レゾナント。ちょっと絶対アイアンサイド変わってるやろっていうね。なんかもうパチンコみたいになってきてない。ギャンブルみたいになってきてない。まあ、そんなもんないですか。俺は回すよ。みんなありがとう。俺の貯金残高がゼロになっても、もうみんな動画見てくれ。うん。みんなこう動画見てくれることによって俺はね、こういう好奇心を抑える。おーマイガーよ !2 連で出ちゃった !2 連で出ちゃった。いや、これさ、サイトつけてんのマジうざいねんけど、これ。じゃあみんな行くぞ。通常がこれね。通常がこれ。で、今回買ったレゾナント。いきますよ。俺の貯金を崩して、人生をかけて買ったレゾナント。いきます。なすかこのサイトは！なんだこれ！ゴミやん！え、待って、通常の方が見やすいって。ふざけんなよ、マジで。え、金、これ、返金運動していい？これ。待って、俺今からさ、COD モバイルのネガキャン動画10個作ってきていい？待てな感じで今回はもうただ単純にね、最強カスタム使っていこうかなと思ってます。ちょっと今日はテンション上がんねえわー。もうやっとさ、大金与えて勝ったのにさ、こんな迷彩感も、なんか、限定モーションとかなさそう、これ。でも俺は COD をやるしかねえんだよな。なんでかっていうとね、COD をやめると彼女を寝取られる、呪いにかけられてるからな。意味わからんわ、お前。またこれどうしようかな、これ。そんな。はい、マック10。いや、マック、これマック10よ、これ。あー、タッチバグ。一旦これはどうしようかなって思って。タッチバグが今日広いんですけど、カノマチシルギンキャカって。おーマイガーよ！こいつも、あ、こいつの RS か？なんかさ、まあ、言うて、P90 最近多すぎるほんまに。P90 ね、死体宇宙出そうか、ちょっと迷ってるってレベルなんですが、これあんま行き過ぎるとあれなんで、一旦ここにいるんです。そこも、ジャンピング、ヘチーン買っていっての。さあ、待ってこれ、ショッカルシーもあるし、しかも今回アラバス指あるから、いや、もう登ってくんなよ、腰か。出た、これほら、ドミネーションとハードポイントで、スナイパー使ってるやつは非国民。日本人じゃないっすね。なんでかっていうと、日本人ってさ、思いやりの心があるじゃん。ね、もうそんな思いやりの心があったら、ドミネーションとハードポイントでね、スナイパー持とうなんて思わないっすよね。な、近づいて、こいつ、非国民。俺を切るしやつ全員非国民やん。今日ちょっとね、カメさんね、今日ちょっとイライラしてるんじゃない？なんでかっていうとね、大金はたいて勝ったやつがクソ、サイトだった件について。待って、一旦これは、いるが、これ無理、捕らえるよね。ちょ、待って、もうええやろええやろ、ほんまに。もう頑張って B 入っても、結局負けるときは負けんねん。じゃあもう最初から入らんかったらええねんって話になったら、こっちから来てるんだよ、オッケー。あれ、味方が湧いてる、こっちから。どうして？いや、これあかんない、行き過ぎたら。ダンスこかっちゃって、一体引いていって。いや、とりあえずね、いや、お前あ、やだんか。これワンチャン登ってきたん。大丈夫か。で、ちょっと2回ナイス。まあ、いいね。いや、キスするレベルで近かったぞ、今。ショッカーシー出しちゃって、センターにおらん。そこも勝っちゃって、UAB 出しちゃって。やれはぁやばすぎやろ今見た何のために上をの軽い気持ちで来てんちゃうぞ、ここにほんまに。戦場によ、ほんまに。やっちまうぞ、お前。あ、でもそれお前多分いかんでいいぞ、それ A は。別に A 取らしていいぞ。A は A っていうね、ことですわ。いるが、ヒルパックごめーん。一旦これはジャンピで。おらね、おったね、今。ういはぁ待ってよ。オッケー。うわ、ショットしたって今。上取られてんのこれ。とりあえず B 取らねえか。オッケー、大丈夫。いや、センター見てる。ナイス。いや、センター、もうごめん役割を果たせない。与えられた役割を果たせなかったカメです。よろしくお願いします。いくっすね。待てよ。オッケー、いった、スモーク。いや、なんか女。いや、おるけど、スモークの中入りたくねえよ。オッケー、おらん、こっち。いけ。オーマイガーよ。そんな驚くプレイじゃなかった。激論な、なあ、もう、オーマイガーよ。なんでこんな湧いてた？出たマックで。なんかもうあ、てか、スナイパーどこ行った？なんか、腰かつけてるやつ先おらんかった、非国民。外国人。もうほんまになんていうの？こう、さっきも言ったけど、こう、味方のことを考えたら、ね、こう、ドミネーションとハードポイントでスナイパーを持ってね、イモイモスナイパー、またはデスデスナイパーとかね、もうしようとは思わないんですよね、日本人やったらほんまに。味方のね、ことを考えると、もうそんなことできないよ。だからスナイパー持ってるやつは外国人なんだよな。えぐい、硬すぎる。やってて。俺の死ぬ。な、やばすぎやろ、こいつ。ちょ、待って。いや、それやってくれ。いや、お前死ぬんかい。あーもうそうこうやられる？ちょっと待てよ。絶対これ、あ、来た。はい、気持ち悪い。あいつは絶対友達になれるような予感がする。な、もう暴言やめようぜ。
防御じゃないね。オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー、おう、おう、おう、無理かー、逃しちゃったぜ。そして持って B 取られたが、別にそんな焦る必要はないね。オッケー、いいね。いやもうキモ、あいつ俺の心を揺さぶってくんな。そういうやつは一番嫌いな、ほんまに。女の子であっても女の子が俺の心を揺さぶるんじゃねえよ。残念ながらちょっとね、悪い意味で揺さぶられたね。オッケー、多分ね、俺に好意を持ってね、揺さぶってきたことは一度もないでしょう。オッケー、うわー、穴に入れた、穴、穴に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 、え、え、なになになに、あ、味方か。いや、息くさ、お前、息くさ。ブス、マック10使ってるやつ顔面偏差値10以下やろ、間違いない。そんなこと言うなよな。ちょっとどうしたどうした、なんか定期的にこの第二の人格が、ね、出てくるのは何なんや。はい、どんまい、湧いた瞬間に俺の銃口に撃ってやがった、こいつ。あ、やる、あ、やる、うぃー、マック10落ち。武器性能にお前頼ってるから、お前そんな雑な立ち回りしてんだよ。これワンチャン B 防衛できるか。いや、激怒激怒激怒、全然激怒ちゃうけど。で、一旦これ2階行こう。2階行って、2階にはいない。角待ちしてるやついない。ちょ、登ってこないか心配で、ぐー。買っていって。いや、足をつんな。イターナイエールと発露しっていうの。ワン買って、ここからなんだよな、俺たちの物語は。ショッカーシー出して。口臭っ！うわぁ！まだおらん？まだおらん？いや、B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 。おー、お前がよ！弾抜けした！アドバンス！これなんだよな！来てね、来てね、来てね。ういー、うわー、マーティーボム。あ、立場が、一旦これはちょっと待って、どうしようかな。いや、うい、分かってんだよな、お前は。そっからシート、多い上目出してきて、これ多分ね、何回同じやられるかっすね。あいつもう一回来るぞ。あ、じゃあ違えてた。もう一回来るぞ、こいつ。めっちゃ来るやん。オッケー、そっか、ってんの、来てる来てる。こいつ、こいつら何回来んの、何回来んの、こいつらヤバすぎやろ、ほんまに。何回同じ死に方すんねん。オッケー、そっか、ってんの、な、ヤバ、いや、な、弾ないって、もう、ああ、もうな、出た、普通。おお、お前がよ、これなんだよな、 COD は。ちょっと待って、いや、これ、これ負けるぞ、これ。煽ろうと思ったけど負けるぞ、これ。ここでの判断なんだよな、煽れるか煽れないかっていうね、こう素早い判断。オッケー、しかも勝って、上か。いや、口、頭臭っ。これ、アドバンス UAV のヒーロー、頻度やばすぎやろ。お前が、お前が、お前が、耐える耐える耐える。え、センターから攻撃かかるの。ちょっと待って、足音聞いていい？おぉ、おぉ、でも、勝った勝った！ 37 キル、イグすぎやろ。え、だって、最強カスタムだもん。ね、まあ、超遠距離レーザーガンカスタムとか、突撃カスタムとかは、一応もうやってるんで、AK47。まあ、初期武器ということで。まあ、てな感じで、今回は、普通に最強カスタムで、無双していく動画っていうね。ちょ、マックテーム、ちょ、タッチバグやけど、死体確認しちゃったね。バトラーも敵ダウンさせた時ね、死体撃つでしょ。37キルこれ、オーマイガードしか言えないよ。てな感じでどうだったでしょうか。これからもですね、こういったの動画、バンバン上げていきますね。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。